にちは、大輝です。僕はですね、配達の仕事をやってるんですけど、今日、上司の方に辞めますということを言いに行きたいと思っています。で、まあ結構ね、5、6年配達の仕事をやってるんですけど、まあこれも一旦終わりかなと思ってます。で、ここは愛知県の三河湾のあたりなんですが、まあこの景色もね、見慣れた景色もしばらく見納めかなという感じです。でもね、こう全国のね、いっぱいいろんな景色をね、これから見たいと思ってるんで、すごく楽しみです。では、まあ今日一日仕事して、仕事の終わりに辞めますということを言いに行きたいと思います。それでは。はい、上司に仕事を辞めますということを伝えてきました。そうですね、まあここの会社は1年ぐらいだったんですけど、ただまあ配達自体は6年ぐらいやってまして、でいよいよまあこの配達っていう仕事をね、一旦終わるということで、新しい、ね、未来に向かって、楽しい未来に向かっていけるなって思ってます。はい、それでは。